こんにちは、速稼塾の久保です。花屋のおばさん、動画の方ありがとうございます。あと絶望と失望っていう話ですけどもね、っていうかね、これね 2回目なんですよ、この動画撮るの。ちょっとね、話をする前に聞いてください。さっきね、動画を撮ったんですよ、13分で、アップロードしたつもりだったんでデータ消したんですけども、アップロードできてなくて、同じような内容をもう一回撮ってるんですね、これね。やっちゃいました。削除するとね、ゴミ箱にも入ってないしね、完全削除しちゃったんですよね。という感じでね、今日もたくさんの動画を撮ってますんで、くじけずに行こうかと思います。で、絶望と失望の違いなんですけども、これはね、明確に私としては定義があるんですよ。失望っていうのはね、他者に対してすることなんですよ。誰かに対して失望するってことなんですよね。で、自分に対してするのが絶望なんですよ、ね、で、失望っていうのははっきり言って人の気持ちなんでね、自分が左右できませんから。だから、まあ、自分に大きく捉えていかないといけないのは絶望の方なんですよね。絶望っていうのはやっぱり先の見通しがなかったりね、将来が不安になっちゃったりとか、そういうところから起きてくると思うんですよ、まあ、ですんで、自分に対してどこまで緊急事態なのかなってことが自覚できるかどうかっていうところが大きな争点になると思います。例えばね、絶望する例としては、年老いてお金もなく友人もなく家族もいない、楽しいこともないわと、絶望しますよね。でもその絶望っていうのは、それまで積み上げてきた人生の結果として徐々に来てるはずなんです。いきなり一夜にして絶望ってことが来ないです。ですので、70代80代で絶望がもしあるとしたら、それは20代30代に将来自分はこのままでいったら絶望するかもなっていうふうに気づけているかどうかってことじゃないかなと思うんですよ。で、例えば所得が低いと、自分のアイデアもまずまずそんなに秀でたものはないと、まあ、人脈を多く強く持っているかというとそうでもないと。人脈ってのはあれですよ、自分に都合のいい人じゃないですよ。まあ、これは別のことでお話ししましたんで、ここでやめておきますけども、多くの人は人脈っていうのを勘違いしてるってことなんですよ。で、いろんなことを勘違いしてるから、今置かれてる緊急事態に気づいてないんですよね。で、その緊急事態に気づかずになんとなくやり過ごした結果、その緊急事態が顕在化してきた時には手遅れになってるんですよ。例えば80代70代で行き詰まってる、そういった問題があるとしたら、それは60代でなんとかできた問題で、60代でつまずいてる問題があるとしたら、これは50代とか40代でね、できた話なんですよ。まあ、例を挙げればキリがないんですけども、なんでね、例えばお金のことに関しましては、なんで70代80代でお金がないんだってことですよね。それはそれまでにお金を作るスキルを培っていなかったか、それまでに70代80代で収入がない状態でもやっていけるだけの切り崩すべき預金があったか、金融資産があったかどうかになってきます。よく言われる話なんですけども、家は買っておけというふうに、ね、言います。これいろんな考えがあるんですけども、家は買っておけ、そうすると住むことはできるでしょってことなんですよ。確かにね、所有している家があるっていうのは、まだ今の時代その家を担保にお金を借りることもできますし、少なくとも雨風でしのげるんですよ。で、一定の信用があるんですよ、家が所有されてるってことによって。だから家を持っておくのは悪い選択ではないと思います。ただこれがね、30年後まで通用するかどうか分かりません。少子高齢化で家が余り始めた時に、家を持ってる方が実はね、厄介だったりするんですよ。だからそれも考えていかなくちゃいけない。ただ今の時点令和3年の時点では、家を持ってる人か賃貸かっていうと、持ってる人の方が圧倒的に強いという現状あります。なぜなら持ってる人はその家をどう処分するかを選ぶことができるんですよね。処分しないのもいいでしょう。でも家のない人は賃貸ってものに頼るしかなくなってきますけども、はっきり言って賃貸は大家さんが貸さないって言ったら借り入れないんですよ。そういう問題があります、まあ、ですんでね、やっぱりこのまま行ったら自分の今の状況っていうのはもしかしたら不利になってるんじゃないかとか、崖っぷちなんじゃないかなっていうふうに気づけないといけないかなと思いますね。今住まいの話しましたけども、お金の話しましょうか。10年後には別の働き方でないと、稼ぎ方じゃないとお金は作れないです。だから今やってることの延長でできると思ったら大間違いで、全く違うことをやらないといけないんですよ。10年後、さらに10年後はさらに違うことでしょう。今肉体労働されてる方、とても貴重なことだと思いますけども、お金を稼ぐ手段としてはまずいですよね。10年後にはそこではもう満足には稼げなくなってる可
可能性が非常に高いんですよ。飲食店も同じです。多分今飲食店をされている方、来年はやってないと思います。3年後はもっと多くの方がやってないと思います。飲食店はこれからどん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 なくなっていかないといけないんですよ。なぜなら少子高齢化で外食をする人口が圧倒的に減るからなんですよね。で、節約して自炊をする人がものすごく増えます。どうやって外食に行くんですかってことです。高級食材を扱っている人ならまだいいんですよ、ね、1食3万とか5万っていうところはこれから逆に需要は伸びるでしょう。ただその価格で提供できる腕前のある人っていうのは今ほとんどいないから高いんですよ。まあ、日々ね、魚の鱗を取って三枚におろして食べてる人いないと思います。包丁が研げる人いないと思います。だからそのぐらいまな板包丁の業務っていうのは特別な人がやるものに変わってきてるんですよ。これ30年前は誰でもできました。その辺のおばちゃんみんなできました。でも誰でもできることを手に携えてる人ってのは今70代80代でこれからいなくなっていくんですよ。ってことは何もかもできない人がこの社会に残るんですよね。で、わずかなできる人にニーズは集中します。だからそこは高くなるんですよ。だそういったものがね、いろんなところに出てます。だこれが将来に絶望するのか人に失望するのかってところになってくるんですけども、人に失望するっていうのはね、もうね、やる気になってくれないし行動もしてくれないし結果も出してくれないんで、付き合ってるだけで負担になるんですよね。もちろん自分にすごい余裕があって包容力があればそういう人を抱えておいてよかったなになるんですけども、まあ、そこまで余裕のある人はあんまりいないと思うんですよ。で、自分に対する絶望ですよね。これも本来だったら絶望しないといけない類の人がなぜか傷浅く考えてるっていうところが、まあ、散見されるんですよね。そしてね、今度は絶望しなくてもいいような状況の人がね、絶望して死に向かってしまったりします。これちょっとしたね、何を見て何を見てないのかを気づかせてあげるだけなんですけどね、何人かの人には私の目の届く範囲で気づかせてあげることはできたんですけども、残念ながら自己肯定感の強い方っていうのは自分がダメだと思ったところを信じてしまって、自分がイケてるってことを信じてしまって、その自己判断の誤りがですね、自己肯定感の強さから来る自己判断の誤りが全てのボタンの掛け違いをもう本当にね、破綻に導いていくんですね。だからそうじゃない、他者からの判断を仰いだ方がいい。それもどんな他者でもいいってわけじゃないです。見る目のある人です。特にお金のことに関して一山当てた人にちゃんと見てもらうことで、その人もただでは見てくれないんで、自分の姿をちゃんと分析してコンサルしてくれる人はお金がかかるんだって前提でですよ。じゃないとお医者さんに行ってもね、弁護士さんに頼んでもただの人、例えば弁護士さん、私もね、牢屋にいる時頼んだんですけども、国選弁護人に頼んだらどうなるかってことなんですよ。自分が相当な有名人だったら別ですよ。でも無名な人の事件に自分が懇切丁寧に関わりたいと思うような国選弁護人はいないんですよ。私選弁護人は報酬をしっかりもらわないといけないし、選ばれた名誉からものすごく細かく仕事してくれます。私が牢屋に行った時は私は私選弁護人で十分な費用を払いました。そうするとね、毎日面談に来てくれて、いろんな形で励ましてくれたりね、あなたが無罪だよってことをやっぱりこう調べてくれるわけなんですよ。さあ、すごいね、高まりますよね。でも他の受刑者といいますか、他に逮捕された方っていうのは国選弁護人なんで一回も面談に来ることはなく裁判なんですよ。だからどうせダメだろうなって気持ちになったまま裁判に行くんですよね。その時初めて国選弁護人が来たって言ってましたね。まあちょっとね、別の話になっちゃいましたけども、自分の診断を自分でできればそうはない、これ今みたいになってないと思うんですよ、ほとんどの方がね。だから自分の診断をいつ一番苦手としてるんですよ、ほとんどの方。だからそれは他者に、見る目のある人にお金で雇って、お金を払わないとやってくれないぐらいのレベルの人を雇って、その人に見てもらった方がいいかなと思ってますね。でなければ本来絶望するべきものに気づかずにおかしな期待を持ってしまってね、気づいた時には手遅れだったというね、これ本当に絶望が待ってます。でもこのままいったら将来絶望的な事態になるんではないかなっていうふうに、きちんと自分の等身大の姿が見れた方っていうのは今から準備をすることができます。10年後の自分に向かって、30年後の自分に向かって、50年後の自分に向かって、体力的なもの、人、知恵、お金、これ準備することができます。さすがに50年だったらね、花屋の子さん30歳から考えて80歳まで生きるとして50年の準備期間があったら結構できると思いませんか、だから私もそうですけども、80になるための準備を少ししてるんですよ。で、私がエネルギーを注いでるのは10年後、
すごいパワフルな58歳になるためにはどうすればいいかなと、それを10年かけて作り上げていこうと思ってるんですよ。逆を買えばですね、私今48歳ですけども、38歳の時に10年後どうなろうかなと思って10年間かけて積み上げてきたのが今日の私なんですよ。だから私はね、いやー38の俺よく気づいてくれたと思ってました。そして38歳の時には28歳の自分に対してものすごく感謝しましたね。それはね、できることできないことがあったんですけども、どんな10年後の自分になるか向かうかってことをきちんとね見た時に、私は絶望ではなくって、まあ、希望を持ちましたよね。10年後はこうなるに違いない、こうなりたいな、こうなるんじゃないかな、だって今日これをやってるんだもんっていう風な感じですね。ということで今日はね長くなりましたけども、2テイク目ですね。同じ内容で大体話せました。覚えておいてよかった。それでは次回もお楽しみに。いってらっしゃい。